ここですね、ここ。ここなんか 3D っぽいなんか縫製が。はい。はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さん、お元気ですか？はい。今日は、ベースボールパンツのご紹介ですね。この冬、ローリングスさんのハイパーストレッチパンツに新商品、ダン伸びですね。が登場しましたので、そのあたりのね、内容をローリングスジャパンの星場さんに聞いておりますので、まずはご覧ください。どうぞ。それでは今回はハイパーストレッチの新商品ダン伸びが紹介されてますので、担当の星場さんにお話をちょっと伺いたいと思います。どこら辺に特徴がありますでしょうか？まず裏地は、肝を立てて温かい、はい、朝の寒い時に履いた時の、はい、安心感、それとあともう非常に風、はい、強い時の、防風効果はもちろんあります。はい、がこれだけじゃなくてもうひとひねりしてきたのがユーザーの動きに対しての新しいカッティングという形の中で、ほほ、まあ、焼き抜き温度差、シュート、取る、はい、打つ、はい、そして走る、はい、この、ミスの良さ、あの要素を考えたときに、はい、やっぱり膝っていうのが非常に重要だ。膝ですね。であれば、はい、この形状をパンツすべきだという形で考えた、3D 型のパンツ形状になります。 3D になってるんですね。ここですね、ここ。ここなんか 3D っぽいなんか縫製が必要ありますよね。これハイパーストレッチにはなかったですよね、見ものです。新しく段伸びからこの 3D 縫製になったということですよね。ありがとうございます、星場さん。はい、じゃあ近くでお見せしますね。好評のロリングスさんハイパーストレッチパンツの新商品ダン伸びですね。マーベルと従来通りこうかっこいいわけですが、ポイントになってきますのが先ほどありました裏起毛ですね。防風効果、それから保温効果が非常に高い素材ということになりますね。それから一番のポイントがこちらの立体縫製ですね。まっすぐ立った状態ではなくて、中腰の状態に合わせてカットされてますので、こう非常にこの状態で中腰の状態での動きがしやすくなっています。はい、どうでしたか？気になる方はぜひ店頭でお試しくださいね。それでは皆さん、さようなら。